し、異常に殺すウサギ。次はね、月まで跳ねるんだよ。弟くんの援護をよろしく。あと3人。敵を全て壊せるだけの力をよこせよ、おじい。いい笑顔になれるぜ。なあ、ピボット、そろそろ変化が欲しいな。俺だったらオーバーターニングロック、スピン、クイックオープンリバース、ロンデで蹴り上げる。スミキ、画面に顔入ってないぞ。踏み台使う。ここにはないぞ。仕方ない。よっと、取るぞ。おいおい、誰に聞いてんだよ。目の前にいいんだろ、超美形のプレイボーイが。なんだよその目、分かってるよ、ちょっと行ってみただけだよ。リバーシュ面白いです、本当にウルトラ面白いです。アンケートも負けてばかりみたいですし、読者の目は確かです。特にここ数週間はさすが足ロギ先生で。じゃあ俺やってみよっかな。ではルールを説明した方が。昔ちょっとやったことあるし別に。そうですか。ああそっち先でいいよ。やめとけ。そんなへっぴり腰じゃウサギ一匹捕まえられねえぞ。刀向けるなら後ろじゃね。生活のリズム戻らなくて、下の名前で気安く呼んでよ。とりあえずよろしく先生。来い来い来い、俺に来い。さっかーい。誰が雑魚だ俺。なんだ、どうした急に。向かってくるやつは誰であろうと噛み砕く。俺の料理で返り討ちにしてやろうじゃねえか。もう嫌だ、俺は自由だ。何もかもめちゃめちゃにしてやる。全てを焼き尽くす獣がこの俺だ。本当の俺だ。先生先生って言わせんな。今から俺が先生だ。お前たちに正しい悪党を教えてやるよ。俺が強くてミランにさらわれなんかしやぎりゃあんなことになってなかった。考えねえようにしててもふとした瞬間湧いてきやがる。どうすりゃいいか分かんねえんだよ。